はい。おはようございます。沖縄おばばです。はい。さっきまで遊んでいたお子たちが、はい。今は舐め合ってますね。はい。えーあのですね、えー、朝の雑談です。えー、日曜日やってきてしまいましたね。早いです、一週間が。はい。えーとりあえずね、なんかいろんなことが起こるんでね、ほんと早いです。えー、今日もちょっと、この後桜猫ちゃんとこ行ってきますね。ええー、なんて言うのかな、ちょっとね、個人的にね、 えー、気がついたことがあったんで、皆さんにお伝えしたいと思いました。はい、えー、実はですね、私のお友達のお友達ですね、いわゆる知り合いなんですけど、えー、上海の社長がいます。はい、上海の社長です。はい、えー、まあ、えー、なんていうのかな、何をやってる人かというと、貿易ですね。はい、簡単に言うと、えー、いわゆる富裕層向けのね、 富裕層向けの日用雑貨をね、輸入とか輸出し、まあ輸入ですね、ほぼ,ほぼ輸入で、えー中あの、中国でね、売っているという人なんですけど、まあ、えー、ちなみにお相当なお金持ちだと思います。えー、聞いてる話では、えー、日本と、まあ東京もうちあるのかな、えーえー、なんていうのか、沖縄にもあのなんていうのかな、 えー、米、アメリカのね、アメリカ人が住む高級マンションに、えー、一軒持ってます。はい。沖縄にも。はい。えー、那覇ではありません。はい。えー、あと、イギリスにもお家持ってるっていう話を聞いてます。はい。ちなみにその方は、あー日本の大学を若い頃ね、私とほぼほぼ同年代です。えー、出てて、日本はペラペラです。はい。えー、 非常にあの、なんていうのかな。有能な方ですね。えー、まあ日本語もできるし、英語もできるし、という。えー、あと中国語も、まあ中国語が母国語ですからね。えー、そういった富裕層の方を一人、ちょっと知り合いに、えー、知ってる方がいます。で、その方ずっと、今、あの、商売で、あの、仕事上のあれ関係で日本にいらっしゃるんですね。で、昨日ちょっと、あの、電話があったんで、ちょっと、 いろいろ話したんですけど、えー、なんか5月、5月に、上海帰るって言ってるんですよ。えと思って、え、だって今、上海あれじゃないっていう話をしてて、えー、食事とかどうするのっていう話をしたんですよ。え、帰なくないですかっていう話をしたら、ああ、全然問題ないですよ。っていう話が出たんですね。えって思って、 えー、なんかね、そこの区域では、まあ、多分、住んでるところお金持ちだって聞いてるし、その、私のお友達の日本人からは、かなりの豪邸に住んでるって聞いてるんで、多分、あの、高級住宅街に住んでるんだなと思ってます。あいあの、上海のね。えー、昔のフランス疎開あたりかなその辺だと思います。はい。えー、多分、そういうところに住んでる方だと思うんですけど、えー、 まあね、えー、なんていうのかな。区域によってかなり違うみたいですね、対応が。話を聞いてみると、はい。えー、彼の、その、社長のね、えー、地区では、なんか、あのー、外に、まあ、とりあえず出ることはダメなんだけど、その、 自分のその、なんていうのかな、町内、町内のところになんかデリバリーが置くんですって。え、いわゆる野菜とか、その、なんていうのかな、果物とかね、お肉とか、そういう買ったものをデリバリーが、なんか、その、なんていうのかな、名前を書いた札とと,ともに、まあ待ち合わせするんでしょうけどね、時間をね。え、その、なんていうのかな、その、区域のね、その、 なんて言ったらいいんだその町内。その町内って言ったら、あれなんですけど、今、なんか閉鎖、いろんなところでこう、閉鎖閉鎖閉鎖ってされてるんで、ね、その町内から出ることはできないって言ってましたね。なんか、そこまでに取りに行くんだっていう話をしてました。それ聞いて、えって思って、えー、他のところってそうなのかなって、それやってたのは、 昔ね、あの、聞いてたのは、あの、あれですね、あの、部の管の時ですよね。部の管の時にそれをやってたのは知ってます。はい。そういう手順だったっていうのは知ってます。はい。えー、なので、えー、これ上海ってもしかして、えー、住んでる地域によって対応がかなり違うんじゃないかって思ったんですよ。 はい。なんか、家から出ちゃう一歩も出るなっていうところもあれば、そういうふうに、その区域内だったら買い物を取りにね、自分の買ったものを取りに、その、区域のところの門まで出ることができるっていう、えー、そういうところもあるようです。はい。多分ね、高級住宅街だからだと思いますけどね。で、まあ、 今までそういうトラブルは何か,かを盗まれたりとかそういうことは、まあ、ないそうです。はいえー、やっぱりこう住んでる、あのー、人たちのこれ言っちゃいけないんでしょうけど民度が違ってるのかもしれませんそういうところは。はい、日本で言えばアジアのね一区,区画ですよね。 アシアのある一部分はね、あの、住めませんから一般の人、はい。ええー、まあ、神戸、神戸のねアシ、神戸というかね、あの、兵庫県のね、アシアですね。アシア市のある一部分です。はい。は、あの、引っ越せません、一般の人は、はい。えー、そういうふうな区域に多分住んでいると思われて、思われます。そういう区域では、ああ、かなり緩いっていう事実が発覚しました、はい。 まあ、有能な方でね、えー、非常に、あのー、すごい、なんていうのかな、あれなんですけど、多分ね、彼はね、えー、C の CP の人間ではないと思うんですよ。はい。えー、ただの商売人です。まあ、どうしてそれが言えるかっていうと、クリスチャンなんですよね、彼。で、基本的に、あのー、党員になるには、無神論者じゃないとなれませんからね。はい。 なので、そういうキリスト教の背景を持ってるんで、多分ね、彼はあ、あの、中国共産党の党員ではありませんね。はい。でもまあ、お金を持ってれば、まあ、そういうふうなね、えー、待遇が、待遇っていうか、そういう地域に住んでる人たちは、そういう待遇だっていうことなんでしょうね。 まあ配給ではないみたいですけど全部買ってるみたいなんですけどそれでもそういうところではちょっと緩かったりするんだろうなって思いましたはい全然問題はないって言ってましたねはいそういうことですなのでこれねええー、一口にね上海って言ってもねまあいろんな区域によっていろいろ違うんでねええー、まあ住んでる人たちのなんていうのかなその うも全く違ってきてるから、まあそうなのかなとは思います。はい。えー、彼にはね、二人お子さんいます。両方とも成人してますけど、二人です。はい。えー、これ意味することわかるでしょうか一人っ子政策の時の子供なんですよね。でも二人ともちゃんと戸籍持ってます。これできるんですよ、実は。あのー、罰金ですね。えー、罰金払えば何人でも産んで大丈夫なんですよ、もともと。 はい。一人っ子政策、政策の時にもね、どうしてこれが分かったかっていうと、彼の、 彼に会う前なんですけど、私がちょっと10年ちょっと前ですね、10年、10何年かな、もう、なるんですけど、えー、まあ、中国語と日本語のね、えー、翻訳の会社に私ちょっと勤めてたことがあって、そこでね、あの、ある中国人の女性も働いてて、日本語が堪能でね、えー、その方とお話し,して、その方も兄弟が3人いるっていう話で、え っていう話をして、え、だって一人っ子政策だったんじゃないのって言ったら、いや、父親がね、社長で罰金払えたから別に何人でも兄弟産んでよかったんだよっていう話をその時に聞いてたんですよ。だから、あ、そういう世界なんだなって思ったんですね、その時にね。なので、とりあえず、今、中国で、まあ、上海でですね、なの、お なんて言うのかなあ苦労もなくねえ、日用品を手に入れられるのは富裕層だっていう話は、それはあれ本当です。はい、本当です。はい。そういうことです。私のあのー、知り合いがあ、別に問題ないって言ってましたんでね。はい。全くそういうことだと思います。はい。えー、まあね、これは日本で言えばね、アシアのあの人格、 一区画ですよ、一区画。そこの地域は誰も、あの、新しい人入れません。昔から住んでる人以外は、ああ、多分ね、あのー、引っ越せません。引っ越せたとしたら、それはその地域に知り合いが住んでて、信用がかなりある人です。そういう地域が日本にも存在します。これアメリカにもあるんですよね、とりあえず。あ私、これも知ってるんですけど、えー、ロスにもあります、こういう場所が。はい。 え、これは、あまあ、まあ、友達がね、えー、まあ、今全然連絡してませんけど、えー、ロスに住んでた友達がそういうところに住んでました。はい。えー、門があります。はい。門が。はい。入れないようになってます。はい。一般の人が。はい。主衛もいます。はい。そういうことです。まあ、なん、なんていうのかな。なので、日本の人たち割とね、そういうところをこう、同じ日本なんだけど、 あるっていうこと自体知らない人が多いと思うんですよね。なので、日本でもそういうところ存在しますよっていうことをちょっとお伝えしたかったのもあります。はい。えー、なんか取り留めがなくなってしまったんですけど、まあそういうことですね。え、富裕層は別格です。 えー、とりあえず、それをお伝えしました。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでございました。朝のお雑談でした。これから猫ちゃんとこ行ってきまーす。はい、みきさん。でかいですね。